問題32次の記述について適切なものはどれか3つ選べ1番「老年期うつ病は認知症と明確に区別され認知症に移行することはない」「老年期うつ病は認知症と明確に区別され認知症に移行することはない」というふうにありますがこれは誤りになります老年期うつ病っていうのは、まあ、認知症と似ているところっていうのもあるわけなんですね例えば記憶力の低下とか判断力の低下とか こういったところというのは認知症と似ていますよね。ですので、認知症と間違われるということがあります。ですので、認知症と明確に区別されているというわけではないということですね。でそして、認知症に移行することはないということなんですが、まあ、老年期うつ病になるとですね、これ、意欲が低下するということはあるわけですね。意欲の減退そうすると、活動性が低下してくると。 で、そうすると、まあ、外に出なくなったりとかしてですね、閉じこもりとか引きこもりとか、そういうような感じになってきて、そのまま認知症状を出す。あの発症するということはあるわけですね。認知症に移っていくと、認知症になるということは、これはあり得る話ですので、この説問は誤りということになります。その次、二番。専門は興奮を伴うことが多いが、活動性が低下するものもある。専門は興奮を伴うことが多いが、活動性が低下するものもある。 というふうにありますが、これはその通りで丸ですね、えー、専門というのはこれ意識障害の一つになります。まあ、意識障害障害ですから、まあ、意識が混濁状態にあるとで、その意識混濁状態というものを前提としながらま、いろいろな症状があるということですね。で、これはですね。大きく見るとまあ2つあるわけなんですけど、まあ、1つがですね。あの混乱であるとか、それから興奮ですねえ。こういったものを伴うという。 これを過活動専門というふうに言います。活動が過ぎると書いて過活動型の専門ですね。過活動型専門というふうに言います。で一方でですね、あの活動がまあ低下すると活動性が低下してまあ無表情になったりとかですね、あるいはもう全然喋らないという黙り込んでしまったりとか、あるいはよく眠るというですね、眠り込んでしまうというような、そういうような専門というのもあるんですね。 ですからあの、まあ、普通はですね、前者になります。過活動型専門ですねえ。混乱状態とか興奮とかそういったようなものを伴うというのが、まあ、一般的ではあるんですけれども、まあ、そうじゃないと活動性がむしろ低下するという活動低下型のものもあるということを、まあ、これを押さえておくといいですね。ちなみに両方を含むものというものもあります。で両方を含むものというのはこれ混合型というふうに言いますが。 まあ、大きく見ると、過活動型と活動低下型と混合型の三つがあるということですね。ということで、この設問の二は、丸ということになります。その次、三番。繊毛の発症の誘因として、睡眠障害、薬剤、環境の変化などが挙げられる。繊毛の発症の誘因として、睡眠障害、薬剤、環境の変化などが挙げられる。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。 この線毛というのはですねもう非常にその原因というのは多岐にわたるわけなんですね。まあ、何が原因で発症するかというのはわからないといろんな原因が考えられるということですね。まあ、例えばですけど脳血管疾患こういったもので発症することもありますで。脳血管疾患以外の認知症疾患で発症することもありますしそれから脳腫瘍なんかで出ることもあります。心筋梗塞とかですねそういうような心機疾患で起こることもありますしそれから呼吸器疾患で出るということもあります。 それから高齢者に多い感染症ですね。こういったもので発症することもあれば、まあ、体の状態、脱水状態とかですね、そういったもので、栄養失調とかそういったもので出ることもあるし、骨折によって発症することもあれば、薬剤の副作用で発症することもあるし、それから環境ですね、その置かれている、まあ、居住環境ですね、そういったようなもので出るということもあります。もう原因というのは本当に多岐にわたりますので、いろいろあるんだなっていうところを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで3番はその通り、丸であると。 でその次4番、専門の治療は誘因に関わらず薬物治療を最優先とする。専門の治療は誘因に関わらず薬物治療を最優先とする。というふうにありますが、まあ、これは誤りですね。 まあ薬物っていうのは、まあ、作用と副作用とこうありますから、まあ、積極的に用いるものではないわけですね。まあ、必要であれば当然使うわけですけどまず最初には自然療法ですね。非薬物療法というのがま優先されるということですね。特に身体疾患を原因としている専門でなければですねそういうような自然療法というものをま用いることが多いということですね。で具体的にはどうするかといったら、まあ、例えば1日のリズムをしっかりつけるということですね。 これサーカディアンリズムと言ったりしますが、まあ、昼起きて、えー、夜眠るというですねこの昼夜のリズムというものをしっかりつけるとかあるいは環境ですね明るさの調整であるとかあるいはその利用者さんというのがですねその方というのが。 まあ、安心して安全に暮らせるようにですね。環境づくりをしていくとかまあ、そういうようなですね。薬物以外のところから入っていくというのが、まあ通常であるということですね。そちらが優先ということになります。ということで、この設問の4というのは、そのとあ、この設問の4は誤りということになります。その次5番統合失調症は軽症化したとしても、その後症状が再発することがある。統合失調症は軽症化したとしても、その後症状が再発することがある。 というふうにありますがこれはその通りで丸になります統合失調症っていうのはこれ精神障害の一つですね、えー、これは昔は精神分裂病というふうに言われていたものになるわけなんですけれどもまあ、これっていうのは最初に発症してから5年以内に80%以上が再発するというですねまあ、そういうような統計が出ているぐらいに、まあ、再発率が高いものになるわけなんですね で統合失調症というのはこれはまあ精神病になりますのでさまざ、あ、まな症状ですねがあるわけなんですけれども、まあ、一般的には幻聴というのが有名ですね、まあ、幻聴が出るというのがまあ有名ではありますねでこの統合失調症というのは、まあ、症状で陽性症状と陰性症状というものがありますので、まあ、これも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います で陽性症状っていうのは、まあ、普通だったら起きないものが起きるというこのプラスですねゼロがプラスという普通なら起きないものが起きるというこれが、まあ、あの陽性症状と言われるものなんですが、まあ、幻覚ととかか妄想とかこういったものがあります、まあ、普通の人は幻覚とか妄想とかはこれは見ないわけですねですけど見るとういうことですからこれは陽性症状ということですね。 で一方で陰性症状というのは普通だったらあるはずのものがなくなってしまうというですねないという状態これがまあ陰性症状ということになるわけですけど、まあ、具体的にはどういうものがあるかといったら例えば感情鈍魔とかですね感情が要は乏しくなるということですね。 それから思考の低下ですね。思考力の低下あ。それから活動性の低下ですね。普通の人みたく、まあ感情、喜怒哀楽がなくなってしまったりとか、普通の人が考えられるようなことが考えられなくなったりとか、あるいは普通の人の活動がですね、できなくなるというですね、まあ閉じこもり、引きこもりですよね。そういうようなことがあったりとかですね。こういうようなものっていうのを、これ陰性症状というふうに言います。この辺も合わせて押さえておくといいですね。ということで、えー、今日の問題ですが、2と3と5の3つが正解しということになります。 繰り返します。2番「専門は興奮を伴うことが多いが活動性が低下するものもある」。「3番、専門の発症の誘因として睡眠障害薬剤環境の変化などが挙げられる」。「5番、統合失調症は軽症化したとしてもその後症状が再発することがある」。この3つが正解解となります。す。説は以上です